とりかこちゃんは変わった特技があるそうで、はい、表情を変えずにレモンを食べれます。え、レモン、レモンで結構酸っぱいやつですよ。もう聞いただけで、みんなでこう打ち上げとかしてた時にレモンが添えてあるやつを普通に食べてたんですよ。それをみんながすごいねって言い始めたところから、あ、私これ特技なんじゃないかなって思って。それでは見せてもらいましょう。え、じゃあ普通に食べますね。やばい、見てるだけで酸っぱい。酸っぱい、もう酸っぱいのに。あ、もうガンガンいってる。酸っぱい。食べ方、おー、グレープフルーツみたいに食べた。グレープフルーツみたいに食べてる。いや、普通に食べれるよ。果物食べる。あ、押した。すごい、特技、おいしいです、ね、うん、以上、リアクションに困る特技でございました。りかこちゃんの特技を見たんですけれども、ももかちゃんの特技があるみたいですよ。ももかちゃんも、はい、それはですね、カメラに向かってキュンセリフを言うことだそうなんですけれども、ですね、はい、テレビの前のもう2人に向かって設定とかちゃんとしないと。花火大会に、なんて仲良し何人組かのこう先輩とか混ざったグループで行くってなってたけどっていうところから、気になる。けど、ももかちゃん、細かい設定をしてきましたが、どんなキュンゼリフを言うの？じゃあももかのキュンゼリフまで3、2、1。先輩、花火大会なんですけど、やっぱ2人で行きたいなって思って、先輩の時間、私一人のものにしちゃダメですか？ガッター、ゆうちゃん笑ってるやんか。でも先輩になりたいですね。同性でも燃えちゃう。可愛いです。ありがとうございます。キュンってしますからね。恥ずかしい。